ね、昨シーズンのちょうど10月からこっちに来てますけど、まあ、入った当初と、まあ、雰囲気自体はそんな大きくは変わってないですけど、まあ、こう試合を重ねるごとにこうみんなが自信持ってるとをつけてきてるとは思いますし、まあ、個人的にもこうジュビロに来て楽しくねサッカーをやれてるので本当幸せだなと思いながら、はい、日々過ごしてますけどね。まあ、そんな、特別な、ね、ことをしてるわけでもないですし、まあ一つ挙げるっていうなら、まあ、縦でも横でも蹴れるっていうのが縦回転だったりこう横回転というかこう曲がるキック両方蹴れるっていうのは、まあ、自分の強みかなと思ってますけどね。まあ、できる限りこう一緒のフォームというか助走の入りも極力変わらないようにして、こう助走の入り方がこう変わればね、キーパーにすぐ読まれたり立ち位置で縦に蹴ってくるなっていうのがバレるので、まあ極力同じフォームというかね、姿形を変えずに蹴れれば一番いいかなとは思ってますけどね。キーパーからすれば多分ボール見づらいとは思いますし、縦回転だとこう多分上に外れたっていう感覚を一瞬多分持つとは思うので、まあ、そこから落ちてくるので、まあ、対応しづらいっていうところと、まあ、あとは壁がね近かったり壁が高かったりすると横回転だとねどうしてもこう落ちきれずに枠を捉えられないということがよくあるので、まあ、落とせば壁さえ越えればっていう感じなので、まあ、縦回転のメリットっていうのは非常に大きいかなと思います。いつぐらいですかね、30歳ぐらいですかね。まあその前から練習はねしてましたけど、こう安定して蹴れるまでねある程度やっぱ時間かかりましたし、こう公式戦とかでね蹴るまでに、まあたくさん練習した中で、まあ、30ぐらいからこう手応えをつかんだかなっていう感じですね。いやもうフリーキックとかは入らない確率の方が圧倒的に高いので、まあ別に外れてもギリギリ狙おうっていう感じでいつも蹴ってますし、まあもちろんとりあえず枠に飛ばすっていうのを、まあ、第一条件では蹴ってますけど、まあ、あまりこう気負いすぎないように蹴るようにはしてますけどね。いや別に普通の選手です別にキャプテンでもないですし、まあ、みんなは主役だと思ってますし、別にチームキャプテンは健太郎でゲームキャプテンはコウスケやってますけど、まあフィールド入ればみんながキャプテンだと思ってやればいいと思ってますし、誰々のチームだとか
っていうのも別に好きじゃないので、全員がいてチームが成り立ってると思ってるので、別に自分がチームの顔になりたいとかも全然思ってないですし、自分が主役になりたいっていう、まあ結果主役になってたっていうのであれば別にいいですけど、試合入る前から自分が主役になるなんて一度も思ったことないので、はい、そういう気持ちで全員がやればいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、20年ぶりぐらいの移籍でしたけど、新しいこう監督のもとで、スタッフのもとでまた新しいサッカーをね学べるっていうのもありますし、やっぱ試合に出て、まあ自分の力っていうのをねこう示したいなっていう思いが個人的な思いで、またやっぱジュビロをね J1 に、まあ、戻すっつったら変な言い方になりますけど、 J1 で戦いたいっていう、まあ、その手助けがねできればいいかなと思って入団当初は、はい、思ってましたけどね。初めてヤマハでジュビロのユニフォームを着て、確かね長崎戦だったかな、まあ、それをなんかこう勝利で飾れたっていうのは、初めてのフォームでいいスタートを切れたなっていうのは覚えてますけどね。まあ昨シーズンはね十数試合しか関われなかったですけど、まあ、昨シーズンの時点でいい手応えを掴んで終わりましたし、まあでも正直一番良かったなって思うのは、あ、もちろんJ1 に昇格できなかったことは残念でしたけど、まあ、僕出てないですけど、はい、藤田の引退試合というかな、最後の試合に劇的で逆転勝利できたっていうのは良かったなって、やっぱりこう長い期間チームにいて最後の試合を勝つと負けるのとでね全然違うと思いますし、まあ、やっぱそういうのはやっぱ印象に残ってますし、まあ、まずはこうジュビロでねサッカーするこう楽しさだったり喜びっていうのは非常に大きいものもありましたし、やっぱシーズン途中にこう迎え入れてくれたチームでもありますし、まあ、もちろんその恩返しっつったら大げさかもしれないですけど、まあジュビロでJ1 昇格をね目指したいっていう思いも強かったので、迷わず、はい、来年もプレーしてみたいな感じだったので、はい、喜んでプレーしますみたいな、はい、感じでしたけどね。試合に勝てばもちろん嬉しいですし、みんなでこう喜びを分かち合うっていうのが、まあ、団体スポーツの一番いいところだと思っているので、まあ、それを今のところ数多くできているっていうのは、
嬉しいことですし、まあ得点はね多分リーグで一番取ってるのかな確か、はい、っていうのは非常にいい成績だとは思いますし、まあ見てる方々もね楽しんでもらって帰るっていう、まあ、そういう試合を増やしたいなと思いますけどね。まあ、素晴らしい記録だと思いますし、まあ、これだけ長い間やってこないとね、達成できる数字でもないですし、なおかつこうコンスタントにね試合に出続けなきゃいけないっていうのを考えればね、まあいい記録だなと思いますけどね。ああ漠然とも思ってないですと、まあ、とにかくこう目の前の試合に出たいっていう気持ちしかないので、まあそれはね800とか900とかいければいいですけど、まあ100試合出るのって結構大変なんでねどこまで行くかわからないですけど、まあやっぱりフィールドに立って評価される世界なので、まあ1秒でも多くフィールドに立ち続けたいなと思いますけどね。あ、毎試合そういう形になれば体も慣れというかね、こうリズムができるので、はい、まあ、もちろん若い時よりは、ね、体力が落ちてるとかスピードが落ちてるとかっていうのはそれも当然あることなので、まあ、そこはできる限り落とさないようにっていうのは思ってますけど、リズムができてくれば大きな問題はないですよ、はい、これで急激に出場数が減ったりとか出場時間が減れば90分フルで出た後の疲労度とかも変わってくると思いますし、大変なこともたくさん出てくると思いますけど、まあ、コンスタントにやれていればまあ結構大丈夫かなと思ってますけどね。僕はもう、なんていうんでしょう、プロ入って横浜、京都、大阪って来てたんで、まあまあ日本の中では都会の方だばっかりのクラブだったんで、こう初めてこう緑豊かなところに囲まれたチームにね来て、なんかやっぱ雰囲気いいなと思いましたし、なんかこう居心地いいなっていうふうにも入った当初から思ってたので、やっぱそこがやっぱこう自分に合ってるなっていうのはありましたし、あとサポーターとかもサポーターファンの皆さんもすごい優しいなっていうジュビロをこう好きなんだなっていうのをスタジアムで
毎回感じるんで、まあ、そういうところもやっぱりジュビロのこう積み重ねてきたいい部分なんじゃないかなと思って、はい、今受け止めてます、はい、本当に楽しくジュビロでプレーできてますし、まあ、これがその J1 昇格っていう目標を達成できれば最高かなと思ってます。